シェバード・アロンゾ・マウントはアメリカ合衆国の画家である。主に肖像画で知られる。アメリカの風俗を描いたことで知られる画家のウィリアム・シドニー・マウントの兄である。ニューヨーク州、ロングアイランドの首都ケットで生まれた。父親が早く亡くなった後、一家はサフォーク軍のストーニー・ブルックに移った。コネチカット州、ニューヘイブンの馬車製造会社。 ブルワーズで働き始め、1827年に会社がニューヨークに移ると、弟のウィリアムとヘンリーと同居するようになった。弟たちは画家になる勉強をしていて、シェバードも絵の勉強を始め、2年間、ニューヨークの美術学校、ナショナルアカデミー・オブ・デザインで学び、アカデミーの展覧会に出展するようになった。1829年に弟とスタジオを開き、 1833年にアカデミーの巡回員になった。ニューヨークでは画家としての注文が少なかったのでペンシルベニア州ブラッドフォード郡のアテネに移ったがすぐにシェッパードはニューヨークに戻った。ニューヨークで人気のある肖像画家ヘンリー・インマンの弟子になった。1837年に肖像画家エリオットの娘と結婚し、1841年から 自分が育ったストーニーブルックで暮らした。翌年アカデミーの正会員になった。風景画を描くのを好んだが、注文の多い肖像画を描き続けた。比較的安定した生活を送っていたが、1860年代になって、娘が肺炎で亡くなり、ミシシッピーに住み南北戦争の南軍に召集された息子が捕虜になるなどの災難に見舞われた。 マウントは有力者の助けを借りて大統領に息子の釈放を頼み、1864年に息子は釈放された。1868年にこれらで亡くなった。マウントの作品はデラウェア美術館やメトロポリタン美術館、デトロイト美術館などに収蔵されている。ありがとうございます。